そうですけども、まあ、そんな言っても野間選手っていうのは、あらゆるところで平均点以上にある感じはしますけどね。ありますから。そうですよね。なので、そこの野間は、はい、まあ、外野3つ、外野3つのポジション的には野間の心配がないんだと思うんですね、守備で。はい、そうですね。まあ、試合数も出てますので、各ポジションで。はい。じゃあ、まあ、カープ軸のリスナーの皆さんとしては、まずはそういったライト、鈴木誠也の後釜っていうところですね。鈴木誠也の後釜を見ると、もう、要は投手の心配をするぐらい、これで大丈夫ぐらい打たないと。まあ、紅白戦といっても、例えば4の3とか4の4とか打って3の4、3とか打ってもらってっていうことですか。そうですね、まあ、イニング数短いですから3打席ぐらいでしょうね、まあ、3打席ぐらいだと思いますので、でこれでオープン戦に入っていくと、はい、3の3で1ホーマーでヒット2本ぐらい打つぐらいな、そんな感じで、そんな感じで、どんどん打っていて、しかもそのホームランも DJ して、もういかにも打ち崩したような、そんなホームランを打ってほしいと。そういうことですね。まあ、そういう選手が現れてくると、まあ、だんだん鈴木誠也選手の後がまあ、っていうのは、まあ、見えてくるかもしれないですね。あと、そうなってくると、投手のレベルも上がってくるかなと。なるほど。まあ、打たれっぱなしはいけないだろうと。そうですね。そうですね。この軸地のその見方として、投手側のなんか、こう、カープ軸の、こう、ファンの、リスナーの方から見てて、投手陣はどう見たら楽しく見れるかってありますか？投手陣は、かなりの二極化なんですよね。もう、上4人、まあ5人ぐらいは、ある程度、他球団に行っても、ローテーションでしょっていう、大瀬良、栗、森下、床田、栗林。ああ、そうですね。これはもう、ほっといてても大丈夫ですと。で、フランソワについては、怪我次第でしょうと。怪我が問題なくて、ある程度登板する。まあ、特に船津さんの場合、実戦登板数だと思うんですよね。やっぱり登板すればするほどボール良くなりますので、やっぱりどれぐらいで日本に来て、あとは、やっぱある程度もう日本に来るのが遅いなら、2軍戦で4連投ぐらいとかで投げさせちゃうしかないんだと思うんですね。その代わり球数を10球とか20球ぐらいにして、試合数を。そうですね、あのチェンジアップはね、切れ味がすごいですもんね、巨大系チェンジアップですよね。そうです、でそれを、まあ、コントロールというか、はい、実戦で把握するのに時間がかかってるんですね。だから 3,4 試合失敗するんですけれども、そもそも2軍、まあ、オープン戦含めてフランスの登板数って少ないんですよね。そうですね。まあ。だから、試合の数、球数、はい、まあ、だから打者2人ぐらいでもいいと思うんですよ。ワンアウト取った後にフランスは、まあ、2軍の試合ですから。まあ、当時、2019年ぐらいまでとか、20年ぐらいまでって、カープ左の中継ぎ少なかったですからね。いなかったですから。フランスの選手が出してきたんです。
すぐ使いたかったんでしょうね。もうすぐ使いたかった状態ですから。で、あの時も結局、まあその後怪我の原因にもなりますけれども、尾形監督がバン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 ずーっと船さん投げさせて、まあ正確に言うと、あの支配下なってからずーっと投げさせてるんですね。そうですね。はい、だからやっぱりずーっと投げることによって、感覚をつかむ投手なのかなと。どれも長月ね、練習ではなくて。そうですね。なるほどね。まあ、それも見ていくと面白いだろうと。そうですね。もうあと、多分森浦もある程度も2軍はないんでしょう。これじゃあ、塾長の言うところの投手陣の二極化と、二極化の片方の上の方ですね。これは大瀬良、栗、森下、栗林、床田と、これですか、5人と、はい、いうことですね。はい、で、まあ、それ以外は二極化の下の方ですけども、その中間層から上に上がる人をどう見るかっていうところが、楽しみになってくるということですか。そうですね。だから、ここが、堀江がもう、要は、もう一段、上で信用できる中継ぎになってくれると、若手が行きやすいと思うんですよね。ところで、まあ、堀江巻き込まれてる、ですよ。正直言えば。島内とか、ケムナの実績がない投手に巻き込まれてしまってますので、これだから上位の先ほど言った5人の中のさらに6人目、これが誰なんだというところですかね。そうですね。だから結局目標設定って、まあ、大瀬良みたいになりたい、クリみたいに、まあ、こう大きくなりたいのはわかりますよね。ああいうふうにすごい抑えるピッチャーや、チームの柱になる投手になる、ところが遠すぎるわけですね。で、これに近寄ろうと思ったときに、まあ、次の落ちるぐらいの人、あとは身近に、あ、これぐらいまでなら今努力すればいけそうな、その、ここまで行って、そこまで行くと一軍が安定で、ここまでなら自分の努力でいけそうなっていう投手がいないんですね。もし自分が中間層のトップクラスのピッチャーだったの、でそこで目標で栗投手とか大瀬良投手を送らないんですよと、なら自分が中間層の上だからと、で今中間層のほとんど選手がいなく、投手がいなくて、カープの場合は下位のほとんどそうだと、下位の人が上の方の上位層を夢描いても遠くて、なかなか挫折というか自信にもつながらないしというところですね。そうです、だから今若手の打者たちが坂倉がいますけれど、トップの中にね、はい、でそこはそれはなぜかというと坂倉の打撃が1歩2歩頭抜け出たわけですね。そうですね。でその抜け出た時に追いつかないぐらい坂倉上がったわけですね、鈴木誠也。ところが小園が成長してくれたので、林初期たちのあの年齢層が小園みたいにならなれるぞと、すぐに坂倉は無理でもと、そうですね、ただ上の段階がきちんと打者はなんとかなってるんですね。一番上が鈴木誠也がいて、まあ、鈴木誠也に占めたら新井がいて、新井に対しては前田智則がいてとか、まあ打者の方がこうある程度、あ、この選手、林とかは小園だろうと、小園は坂倉だろうと、坂倉は、まあ、ちょっと遠くなりました、鈴木、まあ、もしくは菊池、田中康介、その上で鈴木誠也だろうっていう、ある程度、行きたい高みがあって、まあ、他球団では柳田選手でもいいでしょうし、行きたい高みがあって、その間に一個ずつこう、目標になる選手たちが打者いるんですよね。特に左は。そうですね。だから右はいないので、今困ってる。投手も、堀江投手が現状坂倉並みになってくれていれば。
モリウランが小園みたいになれば、投手陣が、あ、そこなんだと。その段階でその上まで行けばいいっていう。堀江投手が、まあ、50試合ぐらい出ると。で、ホールドも30から40ぐらい行くと。で、防御率も2点台の、2点台の中盤からそれ以下と。そうですね。そんなになってくると、もう上のクラスだと。いうことですよね。そうですね。でそれを見て森浦投手が触発されて、そうですね、それに叶わないまでもということになっていくと、はい、あ、なので現状はカープは右打者にいない。そうですね。で右投手にもいなくなっちゃったんですね。あの中崎、今村、一岡がいなく、まあ現状はいない状態ですので、そうですね。一人出てきたら、こう、感じが、チームの雰囲気が変わるでしょうね。変わるんですよ。で、変わりそうだったんですけれども、これ、ドラフトでうまくいきすぎたのが、うん、森下と栗林っていう、別格なルーキー来ちゃったんですね。要は、いきなり手が届かないルーキー来ちゃった。わけですよ。その目標にする現状いた、まあ、ケムナとか島内にしてみたら、あれと、俺たちの方がプロで何年、まあね、何年かやってるにもかかわらず、あっという間に、まあ、クリ、大瀬良並みの投手になっちゃったわけですね。まあ、登板してすぐにと。これが追いつかないんですよね。普通は段階を経てくれるので、うまく抜かれるわけですよね。ルーキーですから。まあ、もしくは同じぐらいから彼らの成長の方が早くて一軍切符。もしくは守護神の座ですけれども、入った時からその争えちゃうというか、その地位にいる人が来て別格のボール見せられて別格なコントロール見せられちゃってるので、まあ正直、まあ、いろんな評価はあるんでしょうけど、2年連続でカープはそのドラフトから1位で、しかも新人王と、しかも競ってはいますけど、まあ割合こうダントツ1位かな。まあ投手の中ではもうダントツですから。はい、野手との比べ方でしたから。はい、そう。森下投手も1年目、まあ、これはそれは新人王だなって感じでしたもんね。防御率が違いますし、コントロールもスピードも全然違いますので、もう、あっという間に、この、抜かれたというか、もう入った時から位置が違って、来た投手ですので、見習うと言っても、はい、いや、完成形が来ちゃいましたから。そうですよね。要は、ちょっと荒削りで、あっという間に抜かれちゃったよっつうと、あ、こういうことをすると、ああいうのが技術が上がるんだ。もう見ることなく、できちゃってる人、ね、やらしてみたらできて、もうこれできてました、あれできてました、これもできてます、マウンドさばきもできてますっていうのだと、今の若手がこの手近な、はい、ちょっと上を目指せる人がいないところがどんぐりの背比べって言われてしまってる、なるほどね。状態。ちょうど長野選手がもうちょい良ければいいんですけれど、長野選手が良すぎるとすごすぎるわけですね。これまで。そうですね。悪すぎると二軍並みなわけですよ。なるほどね。だから、参考にならなくなっちゃうんですよね。言い方変えれば、こう、なんですかね。競争を煽る構造にしたいってことですか。そうですね。目標もあって競争を煽る構造にしたいんですけれども。そういうことですよね。完全に長所短所、できるできないが、もうズバ抜けてるものは、まあ、野間の走塁とかね。はいはい。うぐさの打撃センスとか、
もうずば抜けてるのはずば抜けてるんですけど、それ他人真似できないとこで、劣ってるところは劣ってちゃますから、結局そこ俺勝てるからそれでポジション取れるかもになっちゃうんですね。そういうことですね。ああ、なるほどね。あ、だからその争えるとこがちょっとだけ、ちょっとだけ自分が劣ってて、優れてるとこがすごい優れてるなら、レギュラー決まってきて、やばいぞと。いやいやいや、勝ってるはずのところでも、相手に追いつかれてきてるぞってなってくると、その長所をより伸ばすか、短所をやっぱり、その、差を広げられてる短所の部分を相手の長所に近寄るかっていう死に物狂いになると思うんですね、プロです。これは要はプロに入ってきてる以上はそれに勝ってきた人たちでもあるんでやれると思うんですが、今は中村翔成でもなんでも俺ここで勝ってるよと、右で打撃なら俺上だよ、野間も守備と走塁俺上だけど、打撃はうぐさに劣っちゃってるよとか、うぐさも打撃はいいけど、打撃盗塁はできるけど、走塁はうぐさに、あの野間に劣っちゃうとか、まだまだ中村翔成なんかには足元にも及ばない技術はあるよと、野手ですから。練習量が違いますからね、中村よりも。のまもそうですけど、野手やってる人は走塁練習かなり積んでますから、それは中村翔成のキャッチャー練習してる間が走塁練習入れられたら元も子もない、まあ、特に外野の練習は中村翔成はキャッチャーやってますから練習量が違いますので、それは中村よりも1日の長というか、それは中村の上です、上じゃないと困る。でチャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。